ラギーブッチという男の魅力、あなたは本当に理解していますか？はい、ということで今回は、先日ゲットしたジャックユニオンバースデーの、パーソナルストーリーを見まして、ラギーブッチという男がめちゃくちゃ良かったので、もうちょっとこの熱抑えきれない、この衝動を抑えきれないと思いまして、ちょっとラギーブッチ君のね、おめかしバースデーのパーソナルストーリーちょっと振り返っていこうかなと思いまして、あれによって私の声の方がうるさいです。やっぱね、ゲットしてる強みってもう何回でもパソストが見れるというところ、本当にラギもちょっとね、もう忘れかけてるもんね、もうすごいまっさらな気持ちで見られそう。早速1話の方から見ていこうかと思います。なんだかんだ言ってもサバナクローの全員バースデー関係天井前に来てくれてるんよな。サバナクロー優しすぎない？やっぱすり抜けがないっていうのもね、このバースデーのガチャでは嬉しいところですよね。本当に私すり抜けの神なんで。はい、早速見ていこうかと思います。ラギ君はね、個人的なちょっとあれなんですけども、私と同じ誕生月なもんでね、ちょっと思い入れが強いんですよね。ラギー君おめでとう、お誕生日おめでとう。ありがとう。最初からバチボコ可愛いんですけど、ラギーブッチ君。主戦度なラギー君がプレゼントを渡すなんて、もうなんか優しさじゃない？めっちゃ優さじゃない？あ、違いました。全然違いました。やっぱりね、ちゃっかりしてました、ラギーブッチ君。ただじゃ起きませんね、ラギーブッチ君は本当に。かわいいね、そういうところが。あ、てか、本当に忘れてるな、パーソナルストーリー。もう。あ、悲しい。ママン。ラギーママン。あ、パパン。いきなり波乱万丈なんですけれども、ラギーブッチ、だからばあちゃんとね仲良しなんだよね。いきなり泣かせにかかってる。つらい。こんな笑顔の下にそんな波乱万丈な過去をさ、ラギーブッチ君、これプロジェクト X で放送するやつじゃない？そんな波乱万丈な、ね、人生を送ってたらいつぐれてもおかしくはないのに、こんないい子になってラギーブッチ君は本当に素晴らしい子だね。本当にかわいい。あー、自慢のばあちゃん。いつまでもその、あれあれ短っ、ストーリー短っ。ジャミル・バイパー君並みに短かったんですけど、一応やっぱおめかしのストーリーってそのギャラによってまばらばらつきがありますね。ちょっと長さに、ラギーブッチ君ちょっと短めでした。あ、ドーナツ好きだよね、いっぱい食べてね。あ、もうほんとこういうところ、もうね、いつもマスターシェフでも本当に美味しそうに食べてくれますからね、ラギーブッチ君。あと高得点つけてくれるから私めっちゃ好きです。マスターシェフまたイベント入んないかな、楽しみにしてるんですよ。意外とマスターシェフ私好きなんですよね。期待してます。次回第3回4回マスターシェフ知ってる。絶対言うと思った。しょんぼりしてる、かわいい。あ、貯金箱お部屋にもありますよね、かわいいよね、あれ。あ、顔エピソードもかわいい。もうラギーブッチに気づかれずに1日500マドルぐらい入れてあげたい、もうパンパンにしてあげたい。むしろ直接お金を差し上げたい、養育費を払いたい。ラギーブッチを養いたい。同じシリーズにミーアキャットもいるんだって。いや、もう本当にお金大好きで大切にしてるもの、貯金箱とか可愛すぎませんか？もう本当に好き。あ、2話終わった、あれ。
今もう終わりました。わ、めちゃくちゃ早いね。どうしたどうした、もうついについに3話ですよ。もう早すぎないね。でもグルービー見れるのちょっと楽しみだな。グルービーなんかすごい良かった気がする。うろ覚え。楽しみ。知ってますよ、好きなんでしょう。あ、でもめっちゃしっかり分析してやがる。ラギー君そういうところもう本当にメリハリあって好きです。はいはい、メリットあのもう本当お金のことしか考えないよな、本当に。本当にいくらでもあげるよお金なら。いくらでも。ああちょっと今完全に売ったよね、売ったよね。ちゃっかりしてる。え、ちょっと待って、え、レオナキングスカラーが家庭教師についてくれるんですか。え、何それ、え、めっちゃいいんですけど。え、いいじゃん、めっちゃ、え、マンツーマン、おじたんとマンツーマンでお勉強できるんですか。最高すぎない、ちょっとね、それねえ、うわやば、めっちゃやばいんですけど。私もその同行したいね。やばい、マンツーマンウィズ私でちょっとあの同じ空気吸いたいんですけど、ちょっとその光景目に焼き付けたいんですけど。あ、やっぱりね、もうバイトするよね、ラギー君は。メインストーリーでも言ってましたからね、休みの日はバイトするって。すごい、あ、リゾート地のレストランスタッフ、ま、めっちゃ似合うじゃんね。ちょっと最高、ちょっとユニフォーム見せてください。え、頭よさぎじゃね。ちょっと、え、なんだっけ、こういうのバイリンガルっていうんだっけ、何リンガルっていうんだっけ、忘れちゃった。すごラギーブッチ、すごお金に対しての向上心。あ、グルービー来る、うわグルービー来る、あー、おめでとう、おめでとうございます。あ、かわいい、サバナ集結、あ、ジャックとレオナの笑顔、うう。素晴らしすぎないこのグルービー。ちょっとね、忘れかけてたグルービーが予想外の素晴らしさで、ちょっと私お、え、こんな良かった？あのラギーブッチの表情はさ、覚えてたんだけど、え、両脇の2人の素晴らしき笑顔見ました。ちょっと、本当に。もうこの笑顔も素敵だけどさ、もう、グルービー良すぎなかった？ちょっとね。え、最高でした。改めて見ても最高すぎました。本当に。良かった、振り返って。次回は誰のグルービー見ようかな、楽しみです。